はい、皆さんこんにちは。今日は2020年11月1日日曜日です。現在ね、南箱根のバイカーズパラダイスですね。これから熱海へ降りてね、大室山の方へね走っていこうと思います。今日のお供はね、ヤマハ WR250X モーターどんなります。よろしくお願いします。レンタルバイクでね、大きいバイクをね借りた後に自分のねこの WR に乗ると軽くてね、まあ楽ですね。今ねこれ伊豆スカイラインの入り口の方へね向かって走ってますけどね、富士山もズババーンと見えますね。今日はスカイラインじゃなくてね、伊豆の東海岸の方の道を走っていこうかと思います。山はねだいぶ寒いんで紅葉も進みましたね。高いギアに入ってる時にね、アクセルをこう上げた時にねズババーンと加速する感じがやっぱ250だとないですよね。大型バイクはもうアクセル上げればどこからでも加速する感じはあるんですけどね、これの場合ギアを一つ落としてそれから加速な感じですよね。箱根もね寒いんでね、路面が凍結する時期はライダーさんも見えないってことで、あそこのレンタルバイクもね11月いっぱいで冬休みに入っちゃうらしいんでね、まあ、今日11月の1日ですから、あと何回乗れるのかわかんないですけどね。もう大型のねスポーツ系のバイクはとりあえず乗り尽くしちゃったんですよね。あとスズキの GSX-R があるんですかね。ただまあ刀とほとんど同じエンジンでしょうからね、味付けがちょっと違うと思うんですけど、いや素晴らしいじゃないですか。やっぱり他のバイクに乗ってね、それから WR に乗るとね、ものすごくねお尻が痛い感じがしますね。十国峠ですね。ここね、まっすぐ行くと熱海神奈川市街って書いてあるんでね、左行くと伊豆スカイラインなんですけどね、ここまっすぐ行ってみます。すぐね T 字路になりますから熱海の方へね向かいます。きついですね、道が。傾斜もきついしね、コーナーのアルもきついです。傾斜が 10% って書いてありますからね、もう急坂ですよ。伊豆スカイラインのね熱海の入り口のところからしばらくこう山道をね下ってくようなくねくねした道が続いてね、で一気にね熱海の市街地の海岸の方まで降りてきますね。乗車指定がね立ち気味ですからね、楽ですよね。まあでも全体重がお尻にかかってくるんで、まあシートもダメなんですけどね、お尻は痛いです。まあ痛くなったらこうスタンディングでね乗るような感じになりますね。このね熱海の市街地手前のねこの坂も結構きついですよ。コーナーもねきつい。ブレーキがね加熱しすぎちゃうらしくてね、なかなかこんなねブレーキ故障車のスロープがあったりしますからね、きつい坂です。くねくねですね、くねくね。やっとね山道終わりましたね。こう左行くとね熱海の梅園です。正面にね熱海の旅館群が見えてきましたね。この信号を右に降りてって海岸まで出ましょう。急坂なんですよね、街全体がすごい急坂なんですよ。熱海のね海岸のところは道がね一方通行になってるんで注意が必要です。一回ね神奈川県の方へちょっと出てね、それで回ってこないと伊東の方へ行けないんですね。まあ神奈川県の方まで行かないですけどね、一方通行なんでね、こんな感じで一回左折します。観光客さんが結構いますね。 GoTo Eat キャンペーンやってるからこんなに混むのかな。ここ右折できるみたいなんで右折しちゃいますね。
ね、ぐるっと回ってね伊東へ戻るようになるんですよね。まっすぐ行くとね港です。初島と大島見えますね。ここは眺めのいいところです。もう断崖絶壁です。すごいです。いやよく見えますね島がね。海岸線がねすごい混んでますね。どうしようかな、このまま走っていくと時間ばっかかかっちゃう感じがしますね。山登って一回伊豆の国市へ出ますかね。山伏峠使って、それから山の中を大室山に行った方が早いかなっていう感じがしますね。一旦ね山伏峠へ行きましょう。ここからね右折して山伏峠へ向かいます。はい、ここをね右折して山伏峠の方へ向かいますね。はい、交番のところをね右折していくとねちょっと近道です。坂は急ですけどね。山伏峠ですね。ここもね傾斜がきついです。くね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 してますね。こういうね傾斜がきついところのね上りは楽ですよ。アクセル戻せばね勝手に減速しますからね。下りは難しいですね。日陰はちょっと寒いですね。ここはまだ気温がそんなに寒いとこじゃないんで、木がねまだ緑色ですね。厳しい厳しい道ですね。日が差してきて明るくなりましたね。この橋のね眺めがすごくいいんですよね。峠を越えてね伊豆の国市側の道ですね。今日はなんか交通量があって珍しいですね。普段なかなか車と出会っても 1,2 台なんですけどね。伊豆の田園地帯を今走ってますけどね、峠は抜けてですね伊豆の国市に入りました。まあ箱根山とはねだいぶ気温が違ってね、こちら暖かいですね。紅葉も全然進んでないです。まあ杉の植林が多いんでね、あんまり綺麗な紅葉っていう感じもないと思うんですけどね。ということで南箱根のねバイカーズパラダイスから熱海へ降りてね、でそこからまた山伏峠をね登って伊豆の国市の方へね来ました。まあ、秋の行楽シーズンということで観光客さんの車もね増えてきて、東海岸がね結構渋滞してましたね。まあ病気になることも心配ですけど、やはり皆さんに来ていただいて生活していかなければいけないんでね、まあありがたいことですといったところで、こんな感じのね伊豆の綺麗な景色をねご紹介する動画をねまた見てみたいなと思っていただけましたら、ぜひねチャンネル登録の方をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた。